毎日更新ドグチューブドグマがダメでございます。2本目いきましょう。はい、やっぱりドグチューブを撮るといいね。こうね、これだからさ、俺が地上波で冠番組を持っても毎日やろう。おでもそういう風に本当に有名になれたとしても続くのかな、こういうのスケジュール的にね。どうなんでしょう、全然見えない。まあコウスケとかにやらせればいいか。軽いな。やっぱ今までさ、重かったのは上を押したら上から落ちてくるからさ、ね、加速度でっていうことなの。重力の問題だと思う。あれあれ、ドグチューブ史上2番目に軽いよ。昨日が一番軽かったから。色違い出たよ。なんやねんな、もうすごいね。もう法則が分かってきたぞ、これ。同じとこ押すと同じもんの色違いが出る法則が出たぞ。すごいな。やばい、俺だんだんこの1000円自販機の攻略法が分かってきた。1年経ってね。だってようやく1年経ったな。意外といいじゃん、これ。この左手でさ巻くのってすげえできる。難しいね。よし。もうええやん。で、これ穴開いてねえじゃねえかよ、これ。本当だ、本当だ。穴開いてねえじゃねえかよ、バカ野郎。すげえ。こっちさっきの開いてたのに。じゃあできないじゃない。無理やりだから開けるしかないですよ。すごいなあ、こういうのって欠陥商品。すごいなあ。うわあ、レッドでクオ。今何時やったっけ。あ、間違えた、こっちミラノの時間やった。これあの R1 グランプリを取った純一ダビッドソンさんのネタです。あのホンダの真似する人。ああ、何時やったっけ。あ、こっちミラノの時間やった。一度共演したことがある。ということで、さようなら。